砥部町にやってきました。いやー、この砥部焼のモニュメント大きくて立派ですよね。青空にも映えています。今日はね、お天気もよくって暖かくなりましたので、ちょっと春らしさ見つけていきたいと思いますよ。行ってきます。ちょうどいいのがあるじゃないですか、窯元の案内板。この辺もあるってこと？現在地がここですね。砥部焼の伝統産業会館の前におります。相当ありますねこれ。どっちに向かっていこうかな。産業会館周りをちょっと行ってみましょう。さりげない矢印の看板。急にごめんなさい。あのですね、ちょっとこの辺路地歩いてたら少し屋さんってすごい看板が見えて、はい、窯元行ってみたいなと思って来たんです。ちょっと待ちください、はい、すいませんすいません、はい、窯の方ですか。そうです、はい、社長すいません、急にあのですね、はい、今日ちょっと、はい、テレビ愛媛のニュースの取材で砥部町来てるんです、はいはい、ギャラリー見学させてもらって大丈夫ですよ。いいですか。大丈夫です。すいません、はい、本来ここはオープンにしてない場所ですもんね。あ、お客さん来てあのちょっと見たいんですけど言われたら、あの見てもらってます。今これ何をされてる。今これは、うん、あの形を作ったものをきれいに水拭きして、うん、仕上げてる。もう大丈夫なんですか。ある程度このぐらいの形になったら水でこう硬く白くあの、うんうん、乾燥したら水拭きできるので、うん、あ、焼くとこうなる。あ、だいぶ二回りぐらいちっちゃくなる。そうですね。これは今削りをしてるんですよ。削り、はい、これでも人間だからやっぱ不安定な日もあるじゃないですか。うん、やっぱりその気候とかによってもその土の硬さとかそういうのもあるんで、これはもうあそこに座る人の感覚 で、うん、そうです。これが削り頃っていうのをこう見極めて、うん、おしゃれですね。明るいなんか空間がまた、ここはもう販売、そうです、ね、展示販売、はい、そうです。定番っていうと、うん、この辺のあの古文柄といって梅の、はい、うん、これねちょっと目立ちますよね、やっぱりインパクトが、はいはい、古文柄、はい、あ、おかえりなさいませ。すいません、初めまして、はいはい、初めまして。急遽ごめんなさい、留守の間にずかずかと。はい、あ、これあれですね、あの古文っていうか、そうです、古文柄、古文柄、はい、焼く前ってこんな色なんですか。あ、そうです、これが素焼きの色ですね。今日何個ぐらい梅の花描きましたかね。もう数えきれないですよね。お若い方が多いというか、そうです ね、ですよね、はい、うんうんうん、何歳だいぶ。23歳。なぜこの道に興味を持たれたんですか。砥部町出身だったので。さすがです。もうじゃあ幼い頃から砥部焼が周りに、ね、使ってました、でもなんかこの指先から生み出せる仕事ってかっこいいですね。なんか身一つでみたいなんじゃないですけど、やりがいはあると思います。ですよね、はい、さあ少し屋さんで教えていただきました。ちょっとカフェにね行ってみたいと思います。もうあの車で10分ぐらいも離れてないところなんですけど、ずいぶんなんかのどかな景色のところにやってきました。この上だそうです。うわー、いいですね。里山のいい景色のところにあるじゃないですかね、素敵。ちょっとお店聞いてきましょう。そしたらね、こっちか、すいませんすいません。なんかちょっとコーヒー飲みながら休憩してるとことかを撮らせてもらうことっていうのは可能かな。ありがとうございます。 OK だぞ。じゃあブレンドコーヒーと、はい、ホットのブレンドコーヒーと、はい、こうプレートをぜひ見たいはい、ですけど、いいですか。いろいろちょっとずつ乗ってます。どうしようかな。どうしようかな。どうしようかなと思いますね。50種類はでもこれがなんとなくなんか明るい感じで、これ萌え木色で、はい、
お店のイメージにぴったりですね。はい、クリームがたっぷり乗ったケーキいただきます。うん、軽い食感でほんのり優しい甘み、あ、キャラメルの香りがいいですね。このなんか風に吹かれながら食べるとなお、この甘い香りがね、この辺一帯に漂うような感じがして、そしてコーヒー、うん、柔らかい、美味しい。はあ、さらに好きになるな、コーヒーが。こんな空間で飲めるんだから。器でこれだけやっぱりこう味覚とかなんか気分が変わるっていうんだから大事ですね。いや、華やか。今回ですね、この時期らしいちょっとお花をね見せてもらおうと思いまして、お花を栽培されているちょっと農家さん訪ねます。こんにちは、お邪魔します。いいですか？どうぞ。うわ、ハウスの中やっぱあったかいですね。今日は明るい日が差してるから。いやー、そうそう、今回探してたのこちらのお花なんです。かわいいですね。こちらお名前は？スイートピーと言います。ですよね、はい、もうなんかこの時期は欠かせない存在ですね。欠かせないですね、はい、いい香り甘い香りがします。スイートピーの花の匂い私大好きなんですよ、ね、優しい、甘くて優しい、そうですよね、香りがしますよね。なんか嫌味のない甘さですよね、はい、優しくてね、本当可愛いです。可愛い育てても可愛い。可愛い。1月の初めから今の時期ちょうど卒業式シーズンによく出ますね、はいはい、スイートピー品種みたいなのあるんですか？品種、これが、うんうん、何でしたっけ？かわいいこれが、あ、キャサリンパープルだ。この手前のピンクがちょっと濃いやつ、はい、みたいです合ってますお母さんが丸これがブルーパール。あ、奥にあるのはまた違うんですね、はい、違います。確かに 淡い感じですね。で、後ろのやつがスザンヌ。スザンヌ、スザンヌっていう、なんか人の名前みたいで、はい、愛らしいですね、どれもね、お名前がね。お若いですね。若いですかね。28、はい、今何年目ですか？収納今年の春で3年目になります。なんでまた、なんでまた農業？なんか、え、小さい頃から結構おじいちゃんおばあちゃんのお手伝いもしてて、はい、でいつかやりたいなとは思ってたんですけど、今教えてもらえる人が身近にいると思ったら、あ、今だと思って。おじいさん来ちゃいました。来ちゃったってか、すいません、お邪魔してます。どうですか、お孫さん一緒に農園やってくれるっていうのは？もう会ってみて、うん、なかなか大変なお仕事じゃないですか？え、仕事偉いですよ。どうですか、働きぶりは？おじいちゃんから見て。ようやります。ようやります、はい、よかったよかったはい、今回は釜本さんからスタートして、まあ、伝統をつなぎながら、飛び明け含めてそうですけれども、自然と美もつないでるなといった感じもしましたね。魅力いっぱいで、そして若い力、思い、なんか素敵だなと思いましたね、うん、ほっとした気持ちにもなりましたね、はい。